コニー三百六十ライトバン工部コニー三百六十は日産自動車系列の自動車部品メーカー愛知機械工業が1962年から1970年まで製造を販売していた軽商用車である。形式名は AF7 型。1959年から生産されていたジャイアントコニー三百六十 a f 3型のモデルチェンジ版であるが 愛知機械工業が長年オート三輪に用いていたジャイアントの名称が外され軽自動車に用いられていた商品名コニーがブランド名として以後各社に用いられることになった。1962年7月にトラック AF7 型が同11月にライト版の AF7 ボルト型が発売された。 ボディデザインは一新され、当時流行のフラットデッキスタイルを早くも取り入れ、居住性も改善された。また、ジャイアントコニー360に用いられていた、オート三輪のものをベースにした、AE57 型水平対向に気筒強制空冷エンジンに変わり、同じ構造ながら、ボア 64mm、ストローク 55mm のショートストロークの AE58 型に、 変更された。このエンジンは軽量化と性能向上を狙って開発されたもので、最高出力は AF3 型の16馬力から18.5馬力に、1967年以降は20.6馬力となった。ジャイアントコニー360以来の特徴であったアンダーフロアエンジンというレイアウトはそのまま継承され、エンジンを立て置きにし全行を。 極力低くして居住性と積載性を向上させるため、潤滑には当時レーシングカー等にしか用いられなかったオイルタンク別体式のドライサンプが採用され、オイルパンを持たなかった。また、ステアリングギア形式も、欧州の最新鋭車並みのラックピニオンが用いられるなど、最高速度時速 80km 弱という、動力性能の割には高度な機構を用いていた。 1963年2月、乗用車といっても良い装備のバンデラックスを追加。発売後、約3年を経た1965年11月にマイナーチェンジが行われ、フラットデッキスタイルのフロント部分がより一般的な形に改められた。1967年7月には、副変速器。 ハイパワードライブ付きが追加され、翌1968年には、前車のギアボックスが、フルシンクロ4足となった。しかし、K4 輪分野では、新興企業だったホンダが1967年、N360 の商業車版である、LN360 と TN360、キャブオーバートラック。現、アクティを市場に投入したことで、 軽商用車市場は一転して激しい競争になる。先行していた鈴木やダイハツ工業もシェアを守るため、ニューモデルやパワーアップ版を相次いで登場させた。このため、デビュー以来5年を経て、高速性能で見劣りするコニーの販売は1968年以降、低下傾向が顕著となってきた。愛知機械は1965年3月、日産自動車と、 業務提携し、翌1966年から、サニー用 A 型エンジンとトランスミッションの生産を開始した。この影響もあり、モデルチェンジや価格競争への参入には、消極的で利益維持を優先し、1970年1月、限りで生産を中止して、翌月からは、より大廃棄量の登録者である、ダットサンサニートラックにラインを切り替えた。 AF7 型の生産台数は143,845台であった。なお、愛知機械は、その後、サニトラよりも大型のチェリーキャブと後継者のバネットを1993年まで、さらに、バネットをベースにした、ワンボックス型ミニバンセレナを2001年まで、生産した。現在は完成車製造から撤退し、エンジンやトランスミッションといった部品の製造に、 専念している。一部は、米国統治下の沖縄やフィリピンに輸出され、台湾では、親会社の日産自動車の提携先、広高義車で、ノックダウン生産も行われた。アメリカ本土にも少数ながら輸出され、配達用や校内作業車として用いられた。すでに販売店は1969年2月以来、日産コニー販売に、社名変更し、 サニーやキャブスターを併売するようになっていたが、再度、日産チェリー販売へと改装され、日産初の全輪駆動車、チェリーの販売を行った。ありがとうございます。